家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は冬越しできるか心配ならやってはいけない空豆栽培を失敗する NG ポイントをご紹介します。空豆の一つのポイントが冬越しができるかできないかです。大きさだけが大切なのではなく、何点か注意すべきポイントがありますので、この点を解説していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それでは現在の畑の状況です。こちらはそら豆が植わっています。種まき時期が少し違いましたので、こちらのそら豆はやや育ち気味、こちらのそら豆がちょうどいい育ち具合かなという感じです。このように伸びてくると冬越しできずに枯れてしまうことがあります。これが重要なポイントにはなってきます。こちらをご覧ください。続いて短い方です。こちらは順調な育ち具合で、これであれば冬越しがうまくいく大きさだと思います。それでは NG ポイントを紹介していきます。そら豆の栽培で、一番難しいのは冬越しがうまくできないということです。それでは NG ポイントについて一つずつご紹介していきたいと思います。もし12月の初めぐらいでこのように20センチ近くも伸びてしまっている場合、うまく冬越しできずに、先端が枯れてきてしまう可能性があります。枯れてきますとどんどん広がりますので、このような場合摘心をして草丈を短くしておくことで冬越しがうまくいきますので、このような場合草丈15センチぐらいで摘心をしてしまいます。そうすることによって冬越しがうまくできるようになります。こちらの苗の場合すでに脇芽も出てきていますので、この状態であると十分冬越しは問題なくできると思います。続いての NG ポイントは追肥です。そら豆の追肥作業は1月になってから実施しましょう。今やってしまうと効果が早く出てしまいます。鶏粉など有機肥料は1月に追肥を行ってください。化成肥料などは2月ぐらいが目安です。12月に株が小さいからといって追肥しないように注意してください。12月の時点で化成肥料などで追肥をしてしまいますと、すぐに効果が現れて株がどん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 大きくなってしまいます。先ほど摘心をしましたが、このようにどん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 大きくなってくると冬越しをできずに枯れてしまう可能性が非常に高くなりますので、追肥は1月になって暖かくなり始める頃、すなわち冬越しが無事終わった時点で、実施するようにしてください。1月になって暖かくなり始めた時点で追肥をしていただくんですが、その時はこの程度の量をマルチを少し持ち上げてそちらの方に追肥をしてください。あまり株に近づけないようにしてマルチを少し持ち上げて追肥をしてください。続いての NG ポイントは雑草の放置です。そら豆の場合も葉が大きく出てきますから、マルチの穴の周辺に生えてきた雑草を見落とすことが多いです。しかしながら雑草が生えてきますと栄養はそちらの方に取られてしまいますので、雑草をこまめにチェックして除去しておくことが重要です。小さな雑草はちょうどマルチの穴の周辺ぐらいに生えやすいです。株元にはそんなに生えることはないです。ですのでマルチの穴の周辺をちょっとチェックしてみてください。このように雑草が小さな雑草ですけどもう生えてきています。雑草を見つけたらこまめに除去してください。続いての NG ポイントはアブラムシの放置です。アブラムシは成長点の近くに付着していることが多いです。冬とはいえ少し暖かいと活動を続けている場合もあるので、アブラムシを見つけたら必ず除去してください。このように成長点付近の葉の隙間に隠れていることもありますので、よくチェックしてアブラムシがいたら必ず除去しておいてください。そのまま越冬しますと春になって暖かくなって爆発的に繁殖しますので十分注意が必要です。特に冬越し前に発生してしまうと養分を吸われて枯れてしまうことがあります。このように成長点付近に潜んでいる場合が多いので、重点的にチェックをしてみてください。次に玄関機に木枯らしが強く吹くようなところで外気にさらすのはやはり NG です。
そら豆の場合、スナップエンドウほど寒さに弱いわけではありませんが、それでも1月の初め頃に風が強く吹く場合、少し寒さに当たって、枯れてしまう懸念もあります。そのために防風と防寒を兼ねて防虫ネットのトンネルなどをしていただくのがいいかと思います。冬越しをしている間はそんなに背丈も高くありませんので、防虫ネットで十分防風防寒対策ができると思います。ご心配な方はさらにその上に不織布などをかぶせていただいて防寒対策をしていただいたらいいかと思います。それでは質問コーナーです。こちらの自然農薬の動画にコメントをいただきました。唐辛子焼酎液はどのぐらい効果が続くのでしょうか。週に1回とかの散布は多いでしょうか、というご質問です。唐辛子焼酎液の場合、散布しても例えばその後雨が降ったりすると流れてしまいますということなので、やはり1週間に1度ぐらい、晴天が続いている時でも1週間に1度ぐらいは散布していただいて、雨の上がった後はやはり乾いてきたら散布していただくということが重要だと思います。唐辛子焼酎液の場合も唐辛子の持っているカプサイシンの匂いで虫を忌避するんですが、やはり効果はそんなに長持ちするものではありません。1週間程度でもう効果がなくなっていますので、先ほどもお話ししましたように1週間に1度ぐらいは散布を続けていただいた方が安全かと思います。今日は冬越しできるか心配ならやってはいけない栽培を失敗する NG ポイントをご紹介してしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。